はい、マノチです。よろしくお願いします。今日は秋の2回戦ですね。県大会2回戦、芦屋、まあ評判 A、夏の甲子園でもやられてる相手ですね。まあここで出てきて、まあ昨日のコメントを見ると、俺が勝つと予想してる方は今のところいません。こんなにね、燃えることはないぞ。やるぞ、勝つぞ。だって負けてもしゃあないな。けどもし勝った場合はすげえなと。それがね、番狂わせのいいところ、面白いところですね。田中行きましょう。よし、今回船越いきます。勝ち運持ってるんでね、ちょっとそこうまいことなんか いい方向に転がってくれればいいなというか。よし、まあ向こうがね強いのは分かってるから、前評判 A、 勝つぞ勝つぞ。第2回戦の模様をお届けいたします。一塁側芦屋、三塁側江ノ島、拍手に送られて守りに近づきました。先発メンバーはご覧の通り、経験豊富なメンバーが揃っています。なんか夏より強くね夏そんなに総合戦力あった？2アウトランナー1塁という場面でバッターは2年生田中、マウンド上は曽根。一応見ときましょう。いやー気持ち悪いですね何ですかこの能力は。まあ、変化球1個しかないけどね、まあ、そういうことじゃねえんだよな、そういうことじゃねえんだよ。お、君はなんかいい、つぶらな瞳でいい子じゃないか。石倉くんかな、石倉くん、君はいい子ですね。彼ちょっと悪い子ですね。あ、ダメです、悪い子です、彼悪い子です。隅田くん、角田くん、彼も悪い子ですね、短期だし。もう俺石倉くんかな、やっぱ好きなの石倉くんは好きかな。藤原くんもダメですね、佐原くんダメですね、うん、ちょっとあれですね、悪い子多いですね。まあまあギリ横溝くんかな、うん、あ、ダメですね、基本ダメですね基本ダメですね。勝つためにやることって言ったらね、リスクを背負うことなんだよ。もう初球いくから、読み合いしたところで読み切れないんだったらもう初球でいく。よし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 、ボールは中継、田中いいバッティ。0対0で迎える3回です。ちょっと見ていい、ちょっと見ていい、スコア、お、うちの方がヒット打ってんのか。初球はないな、初球はないな、初球のエンドランは違うと思う。岸か、第9、ちょっと待ってね、ちょっとゆっくりやらしてね、基本早送りなんだけど、ちょっとゆっくりやらして、マジで勝ちたいんだ。ファーストランナーをちらっと見て、ここだな、打ちました、あー、ダメか、ヘッドスライディングは間に合いませんでした、アウトです。スリーアウトチェンジ。いやもう攻撃に関してはここら辺の勘を働かせるのが、ちょっと待って、ワンアウト二塁、これはねすげーチャンスなんだよな。もう積極性は解かない、もうそれがもうエノコースタイルとかマノッチスタイルだから、これでいこう。
落とすかもしれないぞ、落とすかもしれないぞ。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは佐竹、今日打ってんのか。何が一番確率高い。二塁タッチはセーフ。内角高め、うわ入ったか、入ったか今の。いやもうそれはしゃあねえわ、さてどんまいだ、それはしゃあない。ツーアウト二塁、いやめっちゃね得点のチャンスは来てんだよな。ナルトか、高めに来てくれた球を流し打ちでバンって当ててくれればカウント 2-2 になったらエンドランしましょう、バットに当てましょう。頑張れ頑張れ頑張れ。得点圏にゲームは ミート流し打ちでいきましょうか。追い込まれるまで強振でいきましょうか。単純にホームラン1本出れば1点だから。追い込まれたら、追い込まれるまでは強振。しょうがないね、どうまだね。アウト。これでワンアウト二塁。ちょこちょこチャンス作れんだよな。今日いいね、ヤシロ。カン、なんだ、相手のエラーかなんかかな。だな、盗塁したと思えないもんな。よし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 、進塁はさせたよ。ソネ取ってアウト。江ノ島ラオボチャンス。さあ藤村江ノ島くん、江ノ島くんじゃないや、嬉野くん。ここれ的にはね、これって多分三塁ランナー動かないよね。スクイーズってなってないと多分こっち来ないよね。俺的にはこの2アウトのこの状態からのスクイーズを行きたかったんだよな。走力 A か、転がせ行ってみようか。なんかどうしようもなさそうだったら、ちょっとセーフティーバント行ってみる。いや、まあどうしようもなさそうな感じはね、常につきまとってはいるんだけど。走れ、オッケー、よっしゃよっしゃ、1点取ったぞ。おい江ノ島、ナルト C じゃ走れないんだよ。いくら盗塁 A だと言っても、うまいことシンカー投げてくれるしか可能性ってのはないんだよね。この守備力と肩と、あと送球 C やめよう。バントもしない。バントもしないぞ。今何だった？ウエストだったもしかして。ウエストですね。少しでも投げさせるためにどっかでちょっと1球でもいいから振ってほしいな。投球は3球目。完全に外れた。振らないかな。振らないかな。よし振った。バットに絶対当たんないよね。
ちょっと怖いな、待てにしとこっか、待てにしとこっか。よし、さあ追加点のチャンス。さあ小笠原だ、なんとか弾道2のパワー D、 ホームランは不可能ではないんだよ。いやーすっげーホームラン欲しい、1点じゃ無理なんだって。ミートにすんの忘れてた。もうここはミートだ、とりあえずヒットだ。ナルトの総力が、C だよね。ちょっと待ってよ、走塁は走塁 C、ヒット1本なんとか返ってこれるとは思うから、ちょっと相手の守備位置とかわからんけど、ここはもうミート流し通しましょう、通しましょう。ここはもう田中に期待するしかない。しました、なんとかしてくれ、頼む。しました、一二塁間のあたり、セカンドから一塁送球。なんともならんよな、そう難しいよな。ワンアウト一塁二塁のチャンスでしたが得点で、えのさん頼むぞ、しっかり電練してこい。奇妙な光景だぜ。よし、押さえてこい船越。打った強い当たり、入れば逆転だ。伸びた、伸びていった、ライトからセカンドへ、まずは同点。もう一人かえるか、バッター抑えるしかないぞ、抑えるしかないぞ。頑張れ、取ってくれ、よし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 。7回の裏が終わりまして2アウトか、助言だな、助言だな、助言だな。江ノ島、今日2回目の伝令を送ります。マウンドに選手が集まっています。スローカーブ持ってるし、緩急だろうな、緩急で通すぐらいか、変に考えない方がいいと思うんだよな。頑張れ、三遊間の当たり、破った、返すな返すな、頼む。よし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 、山根ナイスバッティングです。さほどできることはないぞ、もうレベル高いもんチョイスして、来ました、1・2塁間、破った、ライトからサードへ、江ノ島ここで勝ち越しを許します。足や貴重な1点を追加、足や大戦バケモンなんだよ。なんだよその打撃力。よし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 、ナイスピッチング、つなこしな、さあここ、さあ点取るぞ。点取るぞ。しました、打点下がっていった、取るな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 、グランドボールをつかみま、船越お疲れ、よくやってくれた。瀬戸口、ピンチヒッターは瀬戸口、
変わりまして、ヒット頼む頼む、ヒットなんとかナルトに回せ、頼む、打ちました。打球は三遊間へ、ヘッドスライディング、気迫を見せましたが、頼む終わらせんな、マジで終わらせんな、よし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 、ボールは中継、ナルトいいバッティングを見せました。ちょっと待って、もう一回見ていいかい、このキャッチャーが邪魔すぎる、無理だな、やめとこう、冒険するところではない、盗塁はするべきではない、なんだなんだ、何行く何行く、それでもリスクを背負わなければ1点なんて取れないんだよ、エンドランが1か、無理だな、最近調子のいい岸のヒットに期待しますか、頑張れ、打ちました、いい当たり、ライトへ行った、抜けて抜けて、つかみました、試合終了です、江ノ島力を及ばず敗れてしまいました、ちくっしゃ、残念ながら2回戦で敗れました、ちくっしゃあしやあしや、結局エラーで取っていってんだもんな、いやー悔しいね悔しいね、いやちょっと練習試合とか今来られてもさ、ちょっとちょっとやりたくないな、まあ、やらなきゃなんだけどな、どこに入れようかな、あの瀬戸口をちょっとコンバートさせてからちょっと練習試合はしたいかな、なので、10月に入ってからちょっと練習試合入れましょう。いやー悔しい。悔しいなぁ、ちょっとちょっと引きずるなぁ。10月瀬戸口をコンバートですね、サブポジ、ちょっと待って、佐竹ファーストだよね、
瀬戸口をファーストコンバートで、1年生ちょっと弾道上げていきましょう。田中ミート OK です。そうだね、おそらく後にパワーじゃない、弾道勝手に3になっちゃうから今のうちパワー上げときますか。藤村くんはそうですね、ミートいいぐらい欲しいかな。佐藤がね、そもそもがパワーがないのでから弾道1でいいです。はい、ミートとりあえず B に、ナルトは走力 B ぐらい。じゃあ徳丸で、ファーストコンバートを覚えた時点で、練習試合入れましょうか。多分すぐだと思うんだよね、守備の適性は低いままだろうけども。積極走塁、はい、いろいろ固まってるけど、プロと、やっぱ今日プロ欲しい、止まりたいな。ちょっとせめてプロは止まりたい、なんかマイナス能力を消してくれるかもしれないからね。ただ止まれないので止まれないので、もう入れちゃいましょう。間違えた、入れちゃいましょう。練習試合、どうしようか。川西電工とはよくやってるし、あと高砂北高校でいいのかな。強豪は、痛い目あってただただ終わるのはもう分かってるんだけども、これなんて読むのか分かんないけど、なんちゃら西高校、弱小ってのが微妙なんだよね。ここは中堅になってないんだけど、弱小でっかな。まあちょっと経験値のこととかもあるけどね。はい、これでいいです。練習指示が来たのは熱いですね。瀬戸口を、ファースト、何番に置こうかな。パワーはないけどもいいんだよね、能力的にはすごくいいんですよね。8番に置くのはちょっともったいないかなって気もするな。じゃあ6番ぐらい、とりあえず6番ぐらいに置いてみましょうか。終わりますか。残念でしたね。まあちょっと試合内容とかうんぬん置いといて、結果だけ見れば、1点差負け惜しかったんじゃないかなと。ただまあ結果が全てだからね、負けという結果しか残んないから、とりあえず、夏までビシビシ鍛えましょう。明日は、ドラフトになるのかな、練習試合した後にドラフトですね。そんじゃ、終わりましょう。終わります。バイバイ。